皆さんこんにちは法裁と専任講師の福沢です令和元年度本試験解説シリーズということで今回は問題10番見ていきたいと思います問題10ということですね次の文章はこういう水面埋め立てに関する最高裁判所判決の一節である次の下線を引いたあからおの用語のうち誤っているものの組み合わせはどれかという問題ですねで、まあそこで、ね、問題文にも書いてありますけれども こういう水面の埋め立てに関する最高裁判所判決ということで、も、まあ、元になっている最高裁の判決が、まあ、書いておきましょうかね。最高裁の判決ですね。平成17年の12月16日の判決ということですね。これが元になってて、問題文のところがまあ、ね、こう書いてありまして、それぞれの その語句のところに下線が引いてありまして、あ所有権とかね、いは公共用財産とか、うは占有とか、えは明示的、おが消滅事項の対象とかということでね、書いてあります。あ、う、あお、いう、いえ、えおということで、まあ、間違ってる組み合わせを探してこいということです。なので、まあ、この手の問題やるときには、基本的にはまあ読んでっていただいて、あとは語句のところがね、はまってるところが、 誤っているところがないかどうかを探していいくということになってい,ると思います見ていきますと「1番海は特定人による独占的排他的支配の許されないものであり現行法上海水に覆われたままの状態でその一定範囲を区画してこれを私人の所有に帰属させるという制度は採用されていないから海水に覆われたままの状態においては司法上所有権の客体となる土地に当たらない」。これはの説明と 文書のねその語句が合ってると思いますので「あ」の所有権というのはまあいいのかなと思いますね。でまあその後ね「また」から始まって海面を埋め立てるために土砂が投入されて埋め立ちが造成されても原則として埋め立て権者が竣工認可を受けて当該埋め立て地の所有権を取得するまではその土砂は海面下の地盤に符合するものではなくこういう水面埋め立て法に定める原状回復義務の対象となり得るものである。 その竣工認認可可という認可埋め立て後に「竣工認可という認可を受けないとまだ土地としては成立していないということがまあ書かれているわけですよね、はい、これらのことからすれば海面の埋め立て工事が完成して陸地が形成されても道湖に定める原状回復義務の対象となり得る限りは海面下の地盤の上に独立した動産たる土砂が置かれているに過ぎない。 この時点でいまだ司法上所有権の客体となる土地に当たらないと言うべきである。いいですね。V とおりますよね。はい、で、括弧二2番。ということで、こういう水面埋め立て法に定める蒸気現状回復義務は、海の公共性を回復するために埋め立てをしたものに課された義務である。そうすると、長年にわたり当該埋め立て地が事実上公の目的に使用されることもなく放置され、公共用財産としての形態、機能を完全に喪失し、 その上に他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、これを公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、もはや同行に定める現状回復義務の対象とならないと返すべきである。これ、要するに自己取得ですよね。はい。そのいわゆる竣工認可がされていない状況の その埋め立て、事実上埋め立て地になっているものが長年にわたって公の目的に使用されることもなく放置されそして公共用財産としての形態、まあ、要するに公共用財産としての形態というのはこの場合でいうと海ですよね海としての形態機能を完全に創出、まあ、埋め立てされちゃってるわけですから、ね、その上に他人の平穏かつ公然の占有が継続している。誰かが その、まあ、海ではなくなった埋め立て状態のものを占有し続けている。この場合にはもう原状回復義務の対象とはならない。つまり客体たる所有権になったということが言えるということです。したがって、竣工未認可埋め立て地であったとしても上記の場合、つまり原状回復義務の対象とならないような状況になった場合には、 もはやこういう水面に復元されることなく、司法上所有権の客体となる土地としての存続することが確定し、同時に、はい、明示的に、公用が廃止されたものとして消滅事項の対象となる。まず、話としては、消滅じゃなくて、事項取得の話ですから、消滅事項ではないです。これは、まあ、あれば取得事項ですよね。ですから、おは誤りです。そして、絵なんですけども、明示的に廃止されたかっていうと、長年の 放置という、何かね、例えば一定の処分書が出たとかってなくて、単に放置してたことによって、公用が廃止されたものと同じ扱いになったということですから、これは明示ではなく、目次ですよね。目次。ですので、まあ、公共用財産も占有も合ってると思いますので、A の明示がこれが目次であること。O が消滅ではなくて取得であること。まあ、ここがわかるかなと思います。結果、 誤っていたのは「え」と「お」ということになりますので正解は5番ということになります。というわけでねあの、まあ、問題文を読みながらそれが何を指しているのかってことを読み解きながらやっていけばたとえ判例の内容を知らなくてもその場の判断で何とか解いていける問題なのかなというふうに思います。いいですかね。正解書は5番ということで確認をしておいてください。